本日の最後になりますけれども、格差 DNA 研究所の原田です。ゲノム情報に基づく植物データベースを統合ということでお話しします。このデータベースの統合は、まあ、ライフイノベーションに関わったんですけども、まあ、加藤先生の話は多分そのグリーンイノベーションにも関わる話かなというふうに思っています。よろしくお願いします。はい、格差 DNA 研究所の高田と申します。最後までたくさんの方がおられてちょっと驚きなんですけども、僕はちょっともう頭がちょっと麻痺しかかってるんですけども、最後の力を振り絞って植物データベースの統合についてお話をさせていただきたいと思います。で、まずおそらくあまり植物は馴染みでない方がたくさんおられるんじゃないかと思いますので、少し長めにイントロダクションさせていただきたいと思います。国内 の植物ゲノム研究の状況についてなんですけど、まず植物ゲノムなんですが、非常に基本的なお話なんですけども、まあ、核があって、でミトコンドリアがあって、あと、まあ、これは動物も一緒なんですけども、植物に色素体、典型的なものは葉緑体ですが、ゲノムがあって、でこれがまあ植物を植物にしているということになります。それでこちらはそのアフアプロテオバクテリアの極性というふうに言われていまして、で動物の場合低分子のサークルで非常にたくさんのシーケンスがもうやられているんですけども、植物の場合はそれほど出てませんで、それはなぜかといいますと、ミトコンドリアが DNA を取ってくると配列が違う、サイズも違う感じの分子がいっぱい取れてきます。それでそれはおそらくですね、その想像上 その大きなマスターサークルっていうのがあって、でそれがあちこちこう組み替えをして、でそれが混ざった状態で入っているんだろうというふうに想像されています。でそれが動物と違う点、それから、その色素体、葉緑体については、これはシアノバクテリア、卵巣というバクテリアの祖先が共生をして、で藻類なんかですとそれがさらに二次共生三次共生をして、まあ、細胞を作っているということで、それはそれでまた一つ面白い研究分野ではあります。でいずれにしましても、まあ、ここにはその光合成に必要な遺伝子がかなり残っていて、でこことのインタラクションか、こことのインタラクションで、この3つのゲノムがでもって植物細胞は成り立っているということになります。でこの植物ゲノム研究で日本は非常に大きな貢献を古くからしてきています。でこれが一番最初の例なんですけども、タバコ実験植物であり、まあ、産業植物ですけども、これの葉緑体の全ゲノムが1986年、これ10年間かかってるんですけども、名古屋大学のグループによって世界で初めて決められました。1986年です。で同じ年に京都大学のグループによってゼニゴケのクロロプラストの全ゲノムも決定されています。これ世界で初めての植物の持っているゲノムが決められた例です。それから次にシアノバクテリア、先ほどの葉緑体の祖先と言われているものの全ゲノムの解読、これ非常にたくさんのシアノバクテリアがいるんですけども、そのうちの一つセネクシスティスというのの全ゲノム解読が、これも日本で1996年に世界で初めて光合成生物として全ゲノムが決められました。でバクテリアの中でも世界で3番目の例になります。それからしばらく経ちまして、まあ、高等植物のいわゆる核ゲノムが決められたのは2000年です。でこれがシロイナズナという実験植物ですけども、世界で初めて高等植物の全ゲノムが、これ国際プロジェクトで決められたんですけども、日本はおよそ 25% の貢献をしています。先ほど、生物系の伊藤さんからお話がありましたけども、稲ゲノム、これが2005年に全ゲノムが決定されて論文が出ておりますけども、これも国際プロジェクトなんですけども、ご存知のように日本農林水産省が先導して、確か私の記憶では6割以上を日本が決めたと思います。ということで、このゲノム解析の初期においてもですね、非常に多くの貢献を日本はしてきています。で現在どうなっているかといいますと、まあ、先ほどからお話がありますその第二世代型のシーケンサー等が普及したこともありまして、非常にたくさんの植物において、これ国内
の研究グループの貢献ですけども、ゲノムあるいは cDNA の構造解析、例えば藻類ですと単細胞のフラミノグラス、あるいはシアニンド子孫、これは世界で初めて構想の全ゲノムを決めました。それから固形ですね、のゲノム、シダ、それから単子葉では稲、小麦、大麦、草子葉ではタバコ、白いナズナ、これはマメ科のモデルと、それから作物ですね、トマト、白菜、キャッサバ、樹木ではエトロファム、これも世界で初めての例です。それからポプラの cDNA というふうに非常に大きな貢献をしてきているわけです。で、全体の傾向としましては、先ほどからのお話もありますけども、一つはモデルから実用植物という流れです。で、動物研究ですと、人というのが非常に大きな存在感を持ってあるわけですけども、植物の場合にはそのモデル植物というのはあくまでモデルであって、重要なのは非常にたくさんの種類の実用植物、作物ということになります。ですから、ゲノム解析に限らずですけども、技術が進歩すればモデルから実用植物にどんどんターゲットが広がっていくということが言えます。もう一つは、標準株、リファレンスからバラエティ、多様性、あるいは自然変異というふうにどんどんターゲットがやっぱり広がっていっているということは言えるかと思います。ゲノム解析、ゲノム構造が出ますと、当然ここからそのゲノム機能解析というのは、ここに書いてあるような植物でどんどん国内でも進められていた、いわゆるオミクス解析から、それから植物ではジーンターゲッティングはまだ非常に難しいということがありまして、まずはその変異体のパネルですね、大量のパネルを作っておいて、これから選び出してくるというようなことが行われていて、あとは重要なゲノム情報でもあります DNA マーカー、それから連鎖チームというのが作られています。当然こういうリソースが作られて、ここから実際のバイオロジーですね、有遺伝子が取られてたり、それから多くの農業形質は QTL、 量的形質を示しますので、たくさんの作物について QTL 解析が行われて、そのうちにいくつかについては幾島で進むという、こういう流れがあるわけなんですけども、ここあたりで出てきたデータの多くはデータベースにが構築されていますけど、まだ特に QTL あるいは育種関係の、要するに出口に近い方の重要な情報はですね、文献にとどまっているものが非常に多いという、こういう状況になっているわけです。で、そしたらゲノムデータベースはどんな状況になっているかということなんですけども、例えばですね、ここ、私どもの研究所が公開している植物関係のデータベースです。ここを見ていただく必要はなくて、ここにざっとまとめているんですけども、例えば先ほどの卵巣に始まりまして、シロリナズナ、ミヤグウサ、トマト、ヤトロファ、クローバー、クラミノマス、サミナルというようなものを対象にして、例えばゲノム構造、ESP、トランスクリプトン、メタボローム、DNA マーカー、連鎖子って、非常にたくさんの情報が組み合わさったで情報がデータベースを通して公開されているわけです。で、先ほど伊藤さんがお話しされましたけれども、農業生物資源研究所がそしたらどういうデータベースを公開しているかというと、ここにあります。これ40ぐらいあるんじゃないかと思いますが、大部分 のターゲットは対象は稲で、若干一部小豆とか杉があるんですけれども、扱われている情報というのは、先ほどありましたように非常にたくさんの種類 の研究が行われていて、これらの結果をのしたデータベースが個々に作られてしまっていて、でそれを解決するためにその農水の統合プロジェクトが動いているというふうに私は理解をしています。だからもう一つ、日本で植物関係のデータをたくさん持っているところが理化学研究所でして、でこれがそのデータベースのリストで私たちが補足しているものなんですけども、白いナズナのデータが非常に多くて、あとはこちらは完全超 cDNA の技術を持っておられて、でたくさんの共同研究をしておられますので、例えばキャッサバ、イネ、タバコ、ヒメツリガネグル、ポプラなんかについて cDNA、 完全超 cDNA の情報、それからあとはその変異体とかですね、転写因子とか、たくさん のデータが入ったデータベースが以前から公開されています。それからで、それ、ざっとまとめたものですけど、今現在100件以上のデータベースが、このゲノム関連のデータベースがあってですね、白いナズナ稲が非常に多い、6割ぐらいが白いナズナ稲なんですけれども、先ほど最初に申し上げましたように、ターゲットがどん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 今広がりつつありますので、それに合わせてまたデータベースが増えてくると。でここ穀類、小麦、大麦がありますが、豆、野菜、草花、柿ですね、それから樹木、その他
のデータベースが今現在あのゲノム関連のデータベースがこれだけあるということです。それからそのいわゆるゲノムデータベース以外にどういうデータベースが植物であるのかといいますと、これあの農研機構という農水 の、まあ、独立行政法人の非常に大きなあのところですけれども、ここでもたくさんのデータベースが出ていきまして、どういうものがあるかというと、あの例えば品種識別の情報とかですね、あるいはそのいろいろな作物の開花特性とか生育特性とか、あるいは病害虫関連の情報とか、あのそういうものがあの個別に作られてデータベースから公開されています。それからそれとは別にですね、各県が農業試験場、あれ農業センターというものを持ってまして、そこでもあの今度はもう本当に現場のレベルでですね、いろいろな作物ですね、リンゴやイチゴやこんにゃくやフキやらってもあの本当に個別の作物について品種識別マーカーであるとか生育の情報であるとかというのが取られていて、それらがデータベースから公開されているというあの状態になっています。でさらにですね、あの例えばこの植物図鑑関係の情報、あるいはいろいろな、まあ、解析ツールですね、こういうものもあの公開されているということで、あのまあ、生物種別のゲノムがあと18機関から117件、農研機構、まあ、あの関係から、まあ、これぐらいですから、農業試験場から48件、28件という、まあ、今現在補足しているだけでこれぐらいのものがもうすでに国内に存在するということになります。でとまあ、特徴としましては、モデル材料から農作物まで研究対象が多種多様であって、さらにこれはもう多様化の傾向、ね、方向にある。それからゲノム構造、機能、DNA マーカー、遺伝子連鎖解析、育種関連情報の多彩なデータが公開されていて、まあ、またもしややこしいことが、この省庁はですね、複数の省庁にまたがっていて、まあ、研究機関も様々であるということがあの、まあ、特徴であります。であのまあ、この特徴が逆にそのデータベースを統合する際に、まあ、問題点、課題ということになりますが、対象植物が多様であってさらに拡大すると、でこれをどう取り扱うかということが将来の問題になります。それから、まあ、種雑多の情報が複数の DB に散在していて利便性が非常に低い、それからあのいろいろな目的やプラットフォームで構築すでにされてしまっていると、それから運営主体がさまざまでなかなか連携が取りにくいというような状況にあるわけです。でこういう状況にある植物データベースをあの統合するというのは私たちに、まあ、課された課題でありまして、でこれはあの、まあ、植物データベースに非常に本当は乱暴な言い方で、例えば動物データベースといったら原生動物か人まで全部入るのを一つに統合せよと言っているようなものなんですけども、まあ、これをどうやるかと、しかも、まあ、最初のこの3年間で何ができるかということはあの非常に今考えていかなければいけないこと で私たちがあの提案をしましたのは、まずはこの4つを試みてみようということで、1つは遺伝子エルソログデータベースの構築とそれに基づく植物ゲノムで DB の統合と、このオルソログは先ほどあの微生物のところで黒川さんもおっしゃいましたけども、まあ、オルソログをの情報を使ってデータベースとデータベースをつないでいくという試み、それから、より、まあ、少し高次のですね DNA マーカーあるいは連鎖地図情報を使って、データベースを統合しようと、それからあとはその植物のリソースですね、例えばいろいろな種子、あの自然変異の種子、系統の種子、等のリソースの情報を のデータベースを統合したい、それからあとはそのデータベースに なっていない情報っていうのは非常にたくさん あって、特に農業上の重要性の高い情報っていうのはあの文献のままで放置されているのが多いので、これをなんとかデータベース化したいと、でとりあえずこれをやることによって少しでも、まあ、あのユーザーの利便性を高めたいというのが私たち の希望であります。で組織としましては上総 DNA 研究所と新潟大学ということになっております。で、まあ、一つ一つあのご説明をさせていただきますが、まず最初の遺伝子オルソログ DB の構築とそれに基づく植物ゲノム DB の統合ということなんですけども、まあ、何をするかというとここに書いてあることをするんですけども、関連した DB エントリーを相互にリンクすると、でそのリンクにはアミノ酸配列の類似関係を、要するにオルソログの情報を使うと、でそれを相互リンクさせてネットワークの探索に基づいて動的な検索ができるようにしようということです。で具体的にはどういうことをするかというとですね、これまあ
アミノ酸配列が類似した遺伝子 の、 あのクラスターを事前に計算します。でこれはあの類似性検索をです、ね、するわけですね。でそ の、 あの類似度によって、階層をつけると、まあ、一律に似てる似てないというふうに白黒をつけるんじゃなくて階層的にクラスタリングをするということです。それでその同一クラスター内の遺伝子をまず相互リンクすると、それからそれのさらに工事のですね、あの特にまあこの主幹 の、 あの、まあ、系統関係等を考えてそれを階層的にあの作っていくというようなことですね。あのそのことも検討しています。であのこのオルソロ間の階層関係と主幹の階層関係を使って、機能分類や進化系統の階層構造を反映させた DB を作ると、まあ、ちょっと分かりにくいんですけども、あのポスターをご覧になる方がおられたらもう少し分かるかと思いますけども、まあ、よくやっぱり分かりにくいことは分かりにくいと思います。であの次にちょっと実例を示しますが、あのこう今いくつかのこう複数のデータベースがすでにもう存在しているわけです。で一方でこのプロジェクトではその先ほどあのお勧めしましたようにアミノ酸配列の類似性を使って階層的クラスタリングを行ってオルソログ DB を作ると。でこの中ではこういうふうにですね、例えばある白ナスの中でオルソログがあって、でそれ と、 あの、類似の遺伝子があって、それが、この中でオルソログ関係を作っているというようなものが、あのこれは総当たりでやることによってこういうものを作っておくわけですね。でそうして例えば一つのデータベースから入って、これはあのここに投げますと、こういうその階層的クラスタリングの結果できたオルソログ間の階層をこうあの感知してですね、でこのデータというこの遺伝子で、その遺伝子はこのデータベースにありますよという情報を返してくるわけです。ですからそのこの中にデータ自体がこの中のデータをあの生かすというわけではなくて、おのおのすでに存在するデータベースをここを使ってつなぐというような考え方にあの基づいています。やっぱりよくわからないですよね。あのまあいいんですが、それで、それから2番目の DNA マーカーと、それから伝達情報に基づく植物ゲノム DB の統合ということなんですけども、これはあの、まあ、ゲノム構造情報、機能情報、それからあとはあのデータベースや文献、創設から、まあ、たくさんの情報がとにかくあります。DNA マーカーとか連鎖地図とか、それから QTL の情報なんかがあります。でこういうものを、それからすでにあの例えば生物圏ですと QTL のデータベース、稲 QTL のデータベースがありますし、それから農研機構の野菜治療研究ですとあのベッグマークというその野菜の QTL の情報をまとめたようなデータベースがあります。でこういうものをあの まとめてきて、共通に使えるようにするというようなことを目指しているわけです。それから3番目の植物リソース情報 DB の統合ということで、まあ、遺伝研究あるいはゲノム研究をやる上でリソースっていうのは必須の、まあ、あのものでありまして、であの例えば文科省のナショナルバイオリソースプロジェクト NBRP ではあのたくさんのリソースがあの保存提供されていて、であの遺伝研からあのこういうデータベースが出されています。でこの中にはもちろんあの動物バクテリアも入っていますが、植物も白ナズナ、稲、小麦、大麦、非常にたくさん の植物のリソースに関する情報がこの DB を通じて、公開されています。それから一方ですね、あの理化学研究所にはまたあのバイオリソースセンター BRC がありまして、でここもあのいろいろなリソースを持っていますが、植物では白ナズナ、ヒメスリガネベ、ポプラ、キャッサバ、先ほど理研の時にお話ししましたその完全治療水 DNA 等の情報がですね、 あるいはそのものですね、そのものそのものがここから提供されているということです。それからあの将来的にはですね、あの農水省にジンバンクというのもありまして、こう非常に、まあ、たくさん の 作物の種子が保存配布されているんですけども、ここの情報はこれ単独で他からあのリンク、他とリンクしていません。ですから将来的にはここにも働きかけてですね、このあたりの情報が、まあ、これですね、各センターが持つこれの情報を横断的に検索できるように整備したいということを考えています。
それからあとは植物研究に関連する情報基盤の構築ということで、これはあの、まあ、データベースになっていない情報がたくさんあると。で特にそのゲノムがこれからどん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 いろいろな産業植物で、まあ、決定されていくんですけども、あまりにもたくさんの情報もう対象と情報がありますので、そういうものを整理する、例えば基本的なその生物学的な情報を整理する、ゲノム解析の手法もあのキュレーションできちんとまとめていくと。で他 の, その国内外のオミクス研究のデータベースともリンクをして、で利便性をあの高めていくということを目指しています。それでその一番最初 の, あのオルソログデータベースに関してはもう総当たり の, あのいわゆるオルソログ DB の構築がもうできています。それから、2番目 の, あの連鎖地図に関しては今あのキュレーションでもって情報をどんどん収集していっていると。それから3番目の、リソースについても今あの予備調査とそれから調整が終わっていって、そろそろ作業に取り掛かると。これに関してもすでにもう情報の収集が、これは全部手作業になるんですけども、情報の収集が進んでいっている状態になっています。ということで、まあ、あのこの3年間でどこまでできるかということが、まあ、よく、まあ、分からないんですけども、とにかくあの今存在するデータベースを生かした形でですね、このゲノム情報とかリソース等について総合検索はできるようにしたいと。それからもう一つはデータベース化されていない生物情報とかゲノム関連情報をこの中に格納して使いやすいような形にしたいというふうに考えています。以上です。どうもご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。